新古典主義建築の作例であるエンデルーン学校の図書館。エンデルーン学校は、寄宿制の宮殿学校で、主にデブシルメによって集められたオスマン帝国のイエニチェリたちを対象とし、キリスト教徒の子供たちをイスラム教家して、オスマン帝国政府の官僚や管理者、軍人としてのイエニチェリに育成する仕組みであった。数世紀もの間、エンデルーン学校は、 オスマン帝国内の様々な民族集団から人材を集め、彼らに共通したイスラム教の教育を施すことによって帝国における統治者層の養成に成功した。この学校はエンデルーン、すなわちオスマン帝国の君主の区内庁によって運営されており、学術的な側面と軍事的な側面の両面を持っていた。卒業生は 政府の公務に停止することが求められており、社会の仮想集団から切り離されていた。エンデルーン学校の恵まれた教育プログラムは、優秀な人材を対象とした、世界最初の制度的な教育体制であったと、されてきた。エンデルーン学校のヒエラルキー。帝国内の青年たちから選抜され、アナトリアでオスマン文化への同化が図られ、次の段階に進めないものは、 一般の兵士となる。一部がイスタンブールの7つあるエンデルーン管轄下の学校のいずれかに進み、次の段階に進めないものはイエニチェリの軍人となる。宮殿学校に進んだものは科学者や教員、あるいは行政官となる。一部はバズイール、大宰相まで上り詰める。オスマン帝国の拡大は統治者層の選抜と教育によるものであり。 またそれに依存もしていた。メフメと二世が目標としていたローマ帝国に相当するものの復興を実現する上で重要な要素となったのは帝国内の優秀な若者たちを集め彼らを政府の役に立つ人材へと鋳造していくことであった。メフメと二世は父である村と二世が設立した既存の宮殿学校を改善しイスタンブールにエンデルーン学院を設けた。 トップカップ宮殿の第3の庭園には皇帝の財務局やムハンマドのマントを収めた生物堂とともにエンデルーン学校の最高位のエリートたちとオスマン家の王子たちが学ぶ宮殿学校の建物などがある宮殿学校には7つの堂、ないし学年級があり各学年級にはそれぞれ12人の教員がいて生徒たちの精神面や 学習面の発達に責任を持っていた。生徒たちは、それぞれの到達水準に応じた特別な制服を着用し、バーネット・ミラーによれば、付設された施設として、図書館、モスク、音楽院、寄宿舎、浴場があったという。エンデルーン学校は、宮殿外に設けられた3つの予備学校と、宮殿内の本校から構成されていた。ミラーによれば、 三つの予備学校には千人から二千人の生徒がおり、宮殿内の最上以降には三百人ほどの生徒がいたという、カリキュラムは大きく五つの部門に分けられていた。エンデルーン学校の課程を終了したものは、少なくとも三つの言語に通じ、最新の科学を理解し、少なくとも何らかの職能なり芸術を身につけ、軍事の指揮において優れ、また、 近接戦の戦闘技術にも長けていた。エンデルーン学校を修了した者の卒業式典は、宿間と称される。卒業生のことも同様に宿間と呼ぶ。宿間の文字通りの意味は、離れることないし、引き抜くことである。ページたちは、宮廷での業務に従事しながら宮殿学校で学ぶが、学校を卒業すると、宮殿での職務も離れ、 それぞれの職能訓練を継続することになる。このような移動は2年から7年ほどの期間を置いて、あるいは新しいスルタンが即位した際に行われていた。守備よく卒業した者たちは、その能力に応じて行政や学問など重要な役職に就いた。この学校の最もはっきりとした特徴は、注意深く段階分けされた報酬と懲罰の仕組みであった。 エンデルーン学校の役割は、オスマン帝国の初期には、特に大きく、16世紀末までの大宰相は、ほとんどがエンデルーン学校の卒業者であったが、18世紀頃には、その影響力は低下し、14名の大宰相のうちエンデルーン学校の出身者は一人だけになっていた。ありがとうございます。